こんにちは、さくらです。歯髄再生治療、皆さんご存知ですか？今回の動画ではどうやって再生させるか、歯髄再生にすることで何が良くなるか、歯髄再生の通院回数についてお話ししていきます。歯髄再生治療は親知らずや矯正の便宜抜歯、あとは乳歯とかを抜歯した時に脳神経の細胞を使って培養して保存して神経を生き返らせる治療とかに使ったりします。これアイラスバイオ社っていう歯髄再生治療を多く行っている会社のホームページになります。私も提携していて、歯髄再生治療を行う時にはアイラスバイオ社に全部委託してます。具体的には神経のお部屋が空洞になっちゃってるところをちゃんと根管治療をして、虫歯になった神経部分を取り除いて清掃します。ここきれいにできるだけ細菌がいない状態にします。その後に親知らずや乳歯から培養させて増殖させた歯髄幹細胞を移植します。そうすることで神経が再生されます。神経を再生されることで何がいいかっていうと、やっぱり神経を取ってしまうって悲しいことだと思うんですけども、それが蘇るっていう嬉しいっていうことと、神経が再生することでここの神経が抵抗力を持ってますので、新たな外からの虫歯菌とかにも抵抗してくれる。あとはここにただ人工のお薬を詰めるのとは違って、神経が再生してますので密に再生して、ここに増毛質って呼ばれるものも再生されます。硬い歯の細胞も再生されるので歯が強化されます。ここのスペースも添加された増毛質によって封鎖されますので、新たな細菌の感染により強くなります。なのですごく有益な治療法だと私は考えてます。培養って聞くとなんかすごい難しそうだなと思うんですけど、成功率とかってあるんですか？成功率は高いんですね。ただ培養増殖っていうのも若い方が成長だったりとか、そういった分化する力が強いので、お年を召された方よりも若い方の方がいいです。ちなみに何歳までこの治療できるんですか？今実績が残ってるのが60歳代までの方、70歳超えた方の実績まだないんですね。適用症例は69歳未満と言われてます。全ての年代で成功率が一定だとは限らないんですけども、幅広くできます。成功率高いとはいえ、失敗した場合ってお金って戻ってくるんですか？一応培養を試みてアイラスバイオ社とかに送った場合、その歯の状態が良くなかったりとか、抜く時に分割して抜いたりとかした時に神経の細胞が傷ついてしまったりとかして、培養ができなかった場合っていうのは返金する制度があります。ちなみに歯髄再生ってどれぐらい通院しないとダメなんですか？まずここに神経を入れてから、神経がしっかり再生したよって確認するまで1ヶ月、3ヶ月、半年後とかに定期的に歯医者さんに見せに行って神経の反応を見ます。再生が済んだよってことがはっきり分かったら上物にかぶせ物をしていきます。移植するまでに、抜いた歯から培養するまでに2ヶ月かかります。その間に皆さん根っこの治療をします。根管治療、この根管治療が回数がかかることが多いです。虫歯になっただけの全く手つかずの根管だったら 1,2 回の通院で済むこともあります。その通院回数の間に血液検査を行ったりとか、歯髄再生の準備をしていきます。血液検査って何するんですか？血液検査で感染症がないかとかをしっかり調べていきます。なので遠方から来られる方、例えば近くに歯髄再生をやってないから東京とか病院に行かれる方っていうのは、何回か回数がかかることをご承知の上いらっしゃってください。毎日通わなきゃいけないとかではないので、神経の治療1週間から10日に1回とか2週間に1回通ったりはしますが、ちゃんと神経が再生したかなっていう確認は1ヶ月とか3ヶ月おきとかになっていきますので、そこはご安心ください。それなら忙しい会社員の方でも負担は少なそうですね。そうですね。今日は歯髄再生について詳しくお話ししていきました。他にも歯髄再生についてお話ししている動画が何個かありますので、ぜひ皆さんご覧ください。やっぱり動画だけでわからない方とか、こういうところどうなのとか気になることがある方はコメント欄に質問されてください。または詳しく歯髄再生について聞かれたい方は、直接赤坂さくら歯科クリニックに予約取られてカウンセリング受けに来られて大丈夫です。今日はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。バイバイ。このチャンネルでは歯の健康や美容に関する情報を発信しています。歯医者に行くのが怖い、いくらかかるか不安などお悩みをお持ちの方はコメント欄からご相談ください。もしよければチャンネル登録や高評価お願いします。赤坂さくら歯科クリニックは朝7時半から5時までのクリニックです。ぜひお仕事前にもいらっしゃってくださいね。